お笑い芸人の出川哲郎が9月10日、公式ブログを更新し、単管炎で入院していることを明かした。出川は、ご報告と題したブログ記事で、実は6日の夜から単管炎で入院している。とにかくめちゃめちゃ痛いと報告。出演中の番組に多数穴を開けてしまったといい、番組スタッフはもちろん出演者の皆さんにも迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ないと謝罪した。 数多くのテレビ番組に出演し、体を張った芸を見せ続ける出川。熊やライオンと戦ってきた、俺が胆管炎なんかに負けるわけにはいかないとし、早く治して、また大暴れする。俺は、そうしてゆくと強い思いを綴っている。胆管炎は、肝臓で作られた消化液である胆汁を貯める胆嚢や、胆汁を運ぶ胆管が炎症を起こす病気。医療品メーカーのザ罪によると、 細菌感染は主な原因で、患者の9割に胆石が見られるという。胆汁の成分が固まってできる胆石で胆管が、つまり、腸内細菌などが感染して発症する。症状としては、上腹部への痛みや、吐き気、五感、発熱などがある。肩や背中に痛みが広がることもあり、皮膚や目が黄色くなる横断を起こすこともある。訂正の連絡はこちら。